富山県、都並郡の派に都並群とは、富山県の郡越中四郡の一つ。越中国の南西部を占め、北を、伊水郡東を、姉軍、西を、加賀国、南を、飛田国に接していた。1878年に、行政区画として発足した、当時の軍域は、おおむね以下の区域に相当する。江戸時代、今井議長と上花町の二町は、 町奉行の管轄下に置かれ、他の軍内の町や村は、軍奉行の管理にあった。1653年、都並軍、伊水軍を管理する、軍奉行と町奉行は分割された。町奉行所は引き続き今いする議長に置かれ、都並軍、伊水軍に存在する山頂を支配した。軍奉行所は、小杉新町へ移され、都並軍、伊水軍両軍を支配した。 1776年7月、都並軍部業所は、小杉新町からトイレへ移されるが、翌年6月に、小杉新町へ、再度移される。1821年から1833年までの、間、五軍部業出張所が、杉木新町に設置される。1839年から4年間、都並軍部業所は、小杉新町から杉木新町へ移される。その後、 再び、小杉新町に移される。今、イスルギと、ジョーハナ以外の町に住む住民の身分は、農民であったが、実質的には、町と同等に扱われていた。軍政実施時のトナ郡の銃の町は、トナ十町と呼ばれた。三居形態が多いトナ平野らしく銃の町も、まんべんなく散らばっている。演技式新名町には当軍に、以下の七座七社が記載されており、 すべて勝者に劣している。ありがとうございます。